はい、どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、本日はこちら。はい、昨日から来ました、サムライセレクションの方のスカウトをやっていきたいなと思います。はい、で、今回、ピックアップされてるのが、山田哲人、で、大野、中島、増井と、この4人になっております。で、多分、明日の動画で非常に詳しくお話しすると思うんですが、中日とね、日本ハムの選手の S ランクがね、今、非常に欲しいです。僕。はい、というところで、今回のスカウトはかなりね、山田哲人は昔からかなり欲しいと言っているので、もう非常に僕にとってありがたいセレクションになっております。というわけでね、サクッとね、10連引いていきましょう。でも今回のは、あの S ランク限界突破コーチは多分つかないのかな。はい、そんな感じですね。まあ4人ともなので、誰が出てくれても、まあ、山田だと普通に能力最強、中島だと日本ハム、大野だと中日、増井だと日本ハムっていうところで、本当に、てか能力的にもちろん日本代表選ばれるくらいなんでね、誰が出てくれても嬉しいというところです。引いていきましょう。はい、さあ最近 S 出てなかったからそろそろ出るんじゃないかなと思うよ。よいしょ。さあ調子くん、ちなみにこれ 50% の確率で日本代表の選手が出るって書いてありました。はい、こっからまだ 50% あります。やっていきましょう。うん、お願いします。さあ来い。さあ、なんだかんだけど一番欲しいのは山田哲人かな。その、なんかそのね、中日と日本ハムの選手とか言ってたんですけど、なんだかんだ山田哲人が一番欲しいですね。さあ来い。さあ来るよ。さあさあ、楽しみはね、取っておきましょう。おお、まだ来ないか。まだ来ないか。ふっ！ああ、まだ来ないか。まだ来ないか。おお、まだ来ないか。まだ来ないか。アンダーソンね。下村ね。はい。お、まだこれ、これ最後に来る感じ？おー、いいね、じらすね、じらすね。さあ、誰来る？お、麻酔、オッケー、オッケー、オッケー。侍ジャパン引けたよ、オッケー、ありがたい。これは普通に良かったですね。はい。いや、良かった、良かった。麻酔出ましたね。これでね、本当に、まあ、明日の動画でね、また詳しくお話しするんですけれども、ちょっとね、本当に日本ハムと中日の選手が欲しい理由がございまして、非常に良かったなと。思います。はい。というわけでね、皆さん、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方、ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります、いろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオース。